今月5日の子供の日を前に、兵庫県香美町の漁港で、およそ100匹の鯉のぼりが掲げられています。香美町霞区の鎧漁港では、子供たちの健やかな成長を願って、毎年この時期に地元の人たちが鯉のぼりを掲げていて、40年近く続く地元の風物詩となっています。各家庭で使わなくなったものを持ち寄ったのがきっかけで、年々数が増え、今年はおよそ100匹の鯉のぼりが漁港の上を泳ぐようになりました。毎年に来てるけど、毎年新鮮な気持ちで見れますね、飽きないというか。これ駅の上から見ると海が青いんで、映えるんじゃないかなって、楽しみにしていただいているお客様もいますので、できる限り継続したいなという思いがあります。鎧漁港の鯉のぼりは今月7日まで見ることができます。